859年にフランスで開発された前装ライフル式の制動制三宝である。四金とは砲弾重量が 4kg であることを意味する。日本でも幕末から明治初期にかけて主力や戦法として使用された。ライトシステムの砲弾の解説。表面に12個のスタットがある。フランス陸軍の砲兵士官で 外務大臣を務めたジャン・エルンツとデュコド・ライトのもで1859年に開発された。ライトが整備したライトシステムと呼ばれる一連のライフル砲体系に属する火砲で同時に整備された砲として4にア砲や12金カノン砲など多種が存在する。なお、幕末の日本ではナポレオン砲とも呼ばれたが、ナポレオンキャノンは本来は、 格好式の1853年型12金カノン砲のことである。ライト体系の火砲が従来のフランス軍火砲と比べて大きく変わった点は、方針にライフリングが施された点である。六角形のポリゴナルライフリングが使われており、シーミ型砲弾の側面に埋め込まれた亜鉛製のスタットと噛み合わさって、発砲時に砲弾に回転を与える仕組みになっている。 ライフリングは方向に近い部分では、溝幅にゆとりが持たせてあり、次第に奥に向かうにつれて、幅が狭くなるが、一錠を除いては、若干のゆとりが残るようになっている。この工夫により、砲弾の装填が要因になり、かつ噛み合わせは確かなものとなる効果があった。方針の製造法は、中身が詰まった状態で鋳造した上、内側を切削加工する方式だった。 ライフル砲となったことで、有効射程、命中率が向上するとともに、休憩砲弾を使用した場合に比べると、同口径でも大質量の砲弾を使用できるようになった。例えば、新しい四金三砲の場合、従来の同口径砲では4リーブルの円弾だったのが、4kg の超流弾を使用可能となっている。玉種は流弾と硫酸弾が用意された。なお、 日本語名称の金は、下方の場合に、一般的には弾丸重量をポンド単位で指すが、本法の場合はフランスで公用されていたメートル法のキログラムを意味する。三法として設計された本法は、方針が短くて射程などは四金や法に比べて劣ったものの、軽量で機動性に優れていた。分解すれば馬二等に打載することが可能で、 山岳地帯での運用に適していた。一方、野砲では馬発頭が牽引に必要だった。フランス陸軍に配備された本砲は1859年の第二次イタリア独立戦争での出兵で初めて実戦使用された。この戦役でのオーストリア帝国軍との戦闘で四筋野砲を主力とするライト体系の確保は優秀な成果を収めた。 その後もフランス第二定世紀のフランス陸軍の野戦火砲としてライト体系の各種火砲は使用された。しかし、1870年から1871年の不仏戦争ではプロイセン王国軍のクルップ砲に対し発射速度や有効射程で劣ることになり、フランスの敗戦の一員となってしまった。母親戦争で使用された四金三砲弾。 京都の霊山歴史館修造。四金三宝は、幕末の日本にも導入され、母親戦争から西南戦争にかけての主力や戦法として使用された。オランダからの情報で輸入が始まり、幕府陸軍をはじめさつま藩などの各藩が、様式や戦法として導入した。輸入品ばかりでなく、講述するように国内でのコピー生産も行われた。日本で最初に、 本法を実践使用したのは、幕府陸軍で1866年の第二次長州政党において使用した。日本で四金三宝が主力や戦法としての地位を占めた理由としては、以下が挙げられる。1864年には、コピー生産の試みが、幕府の関口製造所や薩摩藩の修正館で始まった。方針切削用の工作機械の輸入も行われている。 これらの兵器工場ではすでに洋式化法の製造経験があったが、四金三宝の場合は内部を切削するという新技術を要する上、開発で触れたライフリング。実際、福島県の白虎隊記念館に現存する薩摩製と思われる四金三宝は工作精度が甘い仕上がりである。幕府の関口製造所は最終的に極めて成功なコピー品の製造に、 成功している。フランス軍事顧問団による指導があったとも推測されているが、幕府の技術者だった武田綾三郎が指導を求めた際には軍事機密であると拒否されたという記録もある。その後、薩摩藩では方針を延長した超四金三宝という独自改良型も開発している。これは大山安が設計したとも言われ、安法の呼び名がある。生産は 明治時代になってから行われた。生産数はそれほど多くなく、後に陸軍の予備火砲となった。鹿児島県の小古修正館に現物が展示されている。さらに、大山康介は四金三宝の軽量化も試みており、この軽量型は村辰命吉の手を経て1885年に完成し、やはり康介法の名で呼ばれる。なお、他に、 ヤスケ法の名で呼ばれるものとして、同じく、大戦ヤスケ設計とされる十二金戦九法もある。二一枚愛は四金三法の不発弾を分解して、合図の女性たちに構造を説明し、武器の知識を得させた。二本松藩の二本松少年隊の主力や戦法である。二本松の戦いでは新政府軍を戦闘中の一、時期は圧倒した。 明治時代に入ってからも四金三宝の生産は大阪砲兵交渉で続けられた。より高性能の後双方であるブロドウェル三宝やクルップ製のカツ式七三半野宝なども輸入されていたが、これらは材料の自給が難しい構成加工だったがゆえに主力加工には選ばれなかったのである。四金三宝は台湾出兵に使用されたほか西南戦争では 政府軍と西郷軍双方が四金三方を使用している。その後は、正度制の古双方である七三野法が正式となって国産化され、主力や戦法の更新が進んだ。退役した四金三方や四金野法の中には、払い下げとなって五法として使用された例もあった。四金三方は、日本では幕末から明治にかけて多数が使用されたため、 この時代を舞台とした小説や映画などにも小道具として頻繁に登場する。そのうち、主題に関わる重要な役割を果たす作品としては以下が挙げられる。芝良太郎、四金三宝小説、新選組結風録のうちの一編。東郷隆大宝末1993年に講談社から初版の小説、将棋隊に参加した四金三宝兵を描いた作品。 ただし、記述から見ると登場する方は、格好法であり、四金三法とは言い難い。ありがとうございます。